一般社団法人日本野球機構は、日本プロ野球のジェラセントラルリーグ及びパシフィックリーグを統括する、元文部科学省スポーツ、青少年局所管の一般社団法人。日本国内でプロ野球とは、この日本野球機構が統括するものを指す。A 称は、以前のプロフェッショナルベースボールオーガニゼーションオブジャパンから2005年に変更。 NPB マーク二2007年度まで同様にセパリオリーグをまとめる組織として日本プロフェッショナル野球組織が存在し NPB イコール日本プロフェッショナルベースボールという A 称を共有するのみならず組織のコミッショナーが機構の会長を兼ねている一応組織がルール面を機構が工業面をそれぞれ分担するとされてきたものの長く両者の関係は曖昧だった 2008年度より組織は社団法人である機構の内部組織とされた。関連してそれまではコミッショナー事務局、セリーグ事務局、パリーグ事務局と3つ存在した事務局もコミッショナー事務局に統合、一本化された。これらの一連の組織改革は2004年に起こったプロ野球再編問題の際に責任の所在の曖昧さに加え、 事態を収集する能力のなさをも露呈し、大きな批判を浴びたことが契機であった。日本野球連盟時代の1949年に、勝利木松太郎が一度コミッショナーに就任した時期もあったが、公職追放中の身であったことから、すぐに退任している。2004年から、毎シーズンのスローガンを制定している。2015年、2020年東京オリンピックにおいて、 野球とソフトボールを五輪の正式種目に復帰させようとするためのキャンペーンを社会人の日本野球連盟、ソフトボールの日本ソフトボール協会と連携して展開する。その一環として同年度の野球、ソフトボール公式戦の試合会場及び CSA CS 生放送での中継実施時などにおいてコマーシャルを放映。キャッチボールと題した各界の著名人と NPB、 ソフトボールの選手、OBEOG が疑似キャッチボールをするという設定である。所属、肩書きは2015年当時。ありがとうございます。